円。暑いですね、今日も。梅雨入りしたと言いつつ、真夏ですよ、もう。バーベキューしたいです。無言ですね。しれっとしたこの感じ。ね、おやさんも1ヶ月、オープンしてもう約1ヶ月、4月の29日にオープンして、まあ、約1ヶ月ということで、あのちなみに今日初めて来たよという方、あ、ほぼ何で知られたんですか。あ、ネットで。あ、ありがとうございます。まあ今演目がですね、つくよみっていう看板、後ろにポスターが飾ってあると思うんですが、あそこにつくよみと書いてある演目が一つと、そしてスサノオ、私名古屋サンペーターが演じるスサノオ、この演目を2つやっとるわけでございまして、今日のお昼はつくよみという演目をやらさせてもらって、今日の夜がスサノオっていう演目をやりますんで、今日は昼と夜でね、もしよかったら時間があったら夜も見に来てください。もうそのまま宴会しちゃってもらっていいですよ、夜まで。で、スサノオを見てちょっともう今日は帰ってもらって、今日はもう投資券で買ってもらっていいですか。全然大丈夫です、皆さんごゆっくりしてってください。ちなみに皆さん飲み物、食べ物食べとると思うんですけども、もしね、万が一ね、あーこぼしちゃったよっていう方はですね、スッと手を挙げてください。そしたらスタッフがサササッと来ますんで、隣のね、お客さんに迷惑かけない感じでしたら全然大丈夫です。無理やりこうこぼす感じとかはやめてもらいたい。自然にこぼすなら許されるんですけども、そこら辺なさいませ。ありがとうございます。もうそろそろ三之助来てくれんかや。三之助さんそろそろ来てくれんかや。一人じゃもたへんで。一人じゃもたへんで。めっちゃ忙しい。忙しいんで。ちょっとスタッフさん誰か入ってくれへんか。誰か入ってくれんかな、これ。一人じゃもうもたへんで。ほら、この空気になるじゃないですか。ねえ、こんな一人立たされて。ひどいですわ、本当に。もう約束食い終わっちゃいましたよ、サンスケ待っとる間に。ひどい話ですわ。私たちのトークでおかずにしようと思ってたらもうなくなっちゃいましたわ、本当に。またですね、皆様、受付でおひねり等3つずつもらわれたと思うんですけども、そちらはですね、公演中に投げる講座とかもございますので、なくさないようにお持ちくださいませ。まあ万が一ですね、おひねり等がですねなくなった場合はですね、後ろに皆さん今ガチャガチャ引いてると思うんですけども、あちらで追加のガチャが購入できるということなので、受付でもらったのは白いおひねりなんですけども、ガチャで引いたやつは黄金のおひねりとなっておりますんで、これは役者還元還元となっております。還元還元じゃないですね、完全還元ですね、言いにくいですけども、なっておりますんで、その皆様のガチャを引いてくれたことによって本日の夜飯が決まるということなんで、それは皆様にかかっておりますので、皆様よろしくお願いいたします。そろそろ来てくれんかよ、三之助。今、LINE 返してるから。バカ野郎、お前もう近くやまんだったな。立たしちゃだってまんなったがよ、ったね。こんな一人で立たせあってバーバーって疲れるわ、今から演目っちゅうのに疲れるっちゅうの、はい、ね。すいません、今ちょっとせっかく LINE 返しとったのに。ほんま、どこもんなの LINE しとるパーティーなんだ、もう本番前に。一人じゃちょっと寂しかった。あー、決まっとるやないですか。後ろから見とって、三平のめちゃめちゃ不安そうな顔が。不安不安。もう、目が泳ぐ泳ぐ。トークなんてやったことないもん。でも確かに一人でってあんまりないね。ないね。あ、じゃあちょっと今度皆さん、それこそどうですか、平日とかにね、ちょっとここカフェですからね、平日開いて三平のトークショーとかどうですか。あ、いやいや皆さん来てくれます。すごいね。じゃあやばい、もう完全に飲ましてくれるんだったらやる。なるほど。ちょっとお昼から飲むかもしらんけど、でも絶対面白いよね。あ、飲んだら最高や。うん、ただ下ネタバンバンやん。ただそうそう、それがあるから止めて絶対もう入っちゃいかん、止めきられへんから、入っちゃいかんよ。動画撮ってる人は絶対にそこだけはうまいこと隠すように編集してください。はい、よろしくお願いします。はい、そうなんです。ということでね、今どこまで話したかちょっと分かりませんけど、はい、名古屋座にはね、ちょっと他では味わえないことがあります。はい、まず一番最初、この距離感です。一番前の方ね、特に一番大事な席になってます。大事ですよ。はい、目の前にね、ちょっと
普通の劇場じゃね絶対ないもんがあります。これはですね、後から説明ありますけど、とにかく一番前の席重要になってきます、はい、この自分の後ろにいる人たちを守る重要な席になってくるんでね、それはちょっとまあおいおいと、分かってくるかと思います。自分の顔だけはちゃんと守ってください。そうですね、綺麗なお顔の方たちがね、はい、揃ってる。そうです、揃ってますので。失礼やろ、どっか見て今ちょっとピクってなったわ。申し訳ございません、はい、そんなこと思ってないですね、はいはい、この距離感、はい、あの役者のね息遣いとかね、もう汗とかなんやったら飛んできますけど、ちょっとそれだけはご了承ください。もうつば汗バン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 飛んできますからね、本当にはい、皆さん気をつけて、気をつけてください。それもご愛嬌ということでね、お願いします。あとかんちょっとね、注意事項としまして、はい、白い枠からは出ないこと、はい、あとですね、お願いいたします、演目中は立たないこと、はいはい、そうです。立つとねちょっと危なくなってくるんで、絶対皆さんその2点だけは、注意してください。蹴っ飛ばされてもいいよっていう方は全然立ってください、はい、本気で蹴りますから。いやいや、カン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 、パチコーン行きますからね、本当に。でもこの臨場感っていうのはね、臨場感、そうです、ここの名古屋座なんで、はい、はい、その中で、特にね皆さん、ここはね参加型でやっていきたいなと思ってます。はい、はい、皆さん歌舞伎とか見に行ったことある方いらっしゃいますかね。歌舞伎見たことあるよって古典的な歌舞伎、あ、ありますか。あれの中でですね、あの今ではもうあんまり劇場でなくなったんですけど、そうですね、おひねり投げたりすることって知ってますか皆さん。今でも全国探したらあるところはあるんですけど、おひねり、あの岐阜で言ったら、あの、そうそう、地歌舞伎とか地歌舞伎、はい、ああいうところではおひねりを投げる習慣がまだ残っておりまして、はい、他はもう今なかなかないですね、ね、はい、あのお金をですね包んで役者に投げるっていう、はいはい、ものがあるんですけど、それをこの名古屋絶対体験してみようやないかということで、皆さん入るときに白いやつ3つ渡されたと思います。はい、もしね白いやつ3つなかったらあのスタッフさんに言ってください。はい、その白いおひねりが、中身はお金じゃないんですけど、中身が当たっても痛くないものになってます。はい、なんでそれをおひねり投げる体験をしていただこうっていうのがね、あの名古屋さんの売りでございます。はい、はい、じゃあ本当に役者にか、おひねりしたいときどうするんやってときが、左斜めの後ろあちらガチャ、それぞれの一座3人とあとリアクトさんの、ガチャになってるんで、そこでやってくれたらそのままそれが役者に還元されるという形になってるんで、応援システムになってます。はい、はい、そのおひねりなんですけど、ただ投げるだけやったらちょっと恥ずかしいですよね、みたいになって、だからそういうときに大向こうっていうね、よく歌舞伎とか見に行ったり、あのちょっとねテレビとかで見たことある人とかは、よっ、何よ、中村よ、よっ、よっ、日本一ってやつありますよね。あれを、はい、ちょっとやっていただきたいなって皆さんに。蚊が入ってきた。蚊が入ってきた。もう後にしようか。この子も、あ、続けていいですよ。あ、続けて大丈夫ですか。はい、大向こうっていうのはですね、はい、これルールが本当はあるんです。ね、この席では言ったらあかん人やったり、なんかちょっと性別とかもあったり、言える人しか言えないっていうのが、ね、本当はね、あるんですちゃんと、はい、決まりがあるんですけど、はい、そんな決まりはちょっとここの名古屋座ではなくさへんかと。そんなもんいらない、いらない、うん、もうみんなで言おうと、みんなで言おう、はい、っていうことになってるんで、はい、今日は皆さんにやってもらいたいと思います。なんでちょっといきなりね、ちょっとやってやって言ってもわけわからんし、ちょっと恥ずかしい人が多いと思うんで練習したいと思います。はい、なんで皆さんちょっとご協力ください。お願いいたします。まずね、もう、はい、脱力しましょう。脱力してください。脱力して、はい、普通ね、あの中村屋何々とかあるんですけど、ここ名古屋歌舞伎なんで、まずは名古屋座、名古屋座ってちょっと言ってみましょう。ただもう言うのもね、最初元気じゃなくていいです。もうとにかく元気なくて背中を丸めて猫背になってやる気なさそうに、やる気ないわ、うん、朝一のね、もう低血圧な感じで大丈夫です。あ、それで二日酔いや、そう、もう二日酔い、もう二日酔い、昨日の中はうわ、でも仕事行かなあかんわ、もうそんなテンションで、せーので言ってみましょう。せーの、名古屋座、はい、あ、いいです、 OK です、そんな感じでいいですよ、大丈夫です。これ第一段階ですからね、はい、皆さん、皆さんそれで声出してくれたのがまず第一歩なんで、はい、こっから次は第二ステップです。今の名古屋座のテンションのままでいいで、最後に座のあたりにちっちゃい通を入れてください。それを入れるとどうなるかっていうのを一回ちょっと二人でやってみますね。いきますよ、せーの、名古屋座、こうなんです。体がもう反応して楽しくなってくるんで、肩上がってくるんです。ピクッてなっちゃうんです。
それをちょっとね、皆さんやってみてください。もうさっきのテンション思い出してください。今二日酔いや明日仕事行かなきゃとか、でもザーの後にちっちゃいツーを入れてくださいね。いきますよ、せーの、名古屋ザ。あ、いいです、かわいいですよ。今日肩上がる人もおるけど、首かしげる人もおる。いいですよ。それでいいんです。体のどこかが動きます。若干今テンションワンランク上がりましたからね、今皆さん、はい、そうなんです。こっからもうちょっと上げていきましょう。はい、皆さん手を出していただいて、右斜め上を見て、口元に手を置いて、はい、はい、右斜め上を見てください。はい、見てください。はい、うちの三平、これ以上ないぐらいの間抜けな顔してます。はい、これでいいんです。そう、これでいいんです。この間抜けな顔でさっきよりも元気に、とにかく明るくちょっと、ね、言ってみるとどうなるかっていうと、なーな、そう、これなんです。皆さんちょっとやってみましょう。いきますよ、もう全然アホになってください。恥ずかしさ捨てていきますよ。いきますよ、皆さん手を口に構えていきます。せーの、なーな、いいですね、いいですね、いいですね、ありがとうございます。いや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 、お客さんに言うのもね、すごい失礼なことなんですけど、みんなアホでした、みんなアホでしたね。いいですよ、意外なアホでした。だんだんアホになれてますよ、はい、まだまだいけます。でもここからね、あのちょっとあの上級編とかやりたいなっていう時は、名古屋座の前にうーんっていうのを入れてほしいです。うーんっていうのを入れるとちょっと、ね、イメージつきませんね。うん、うん、ちょっとやだみたいな、下手くそやな、下手くそやな。どうやってやるんですか。でちょっとうんを入れると、うん、名古屋座っていう感じになるんです。それっぽい、ちょっともうぽいですよ、もうそれだけで、もうポサでいいんですよ、ポサでいいんです。完璧を求めてないんです、この名古屋座は。もうね、うん、もう全然ね、とにかく上級編にも挑戦してみたいなって思う人はやってみてください。はい、全然間違いないんで、はい、もう全然あの別に名古屋座だけじゃなくてもいいんですよ、はい、全然そうです。もう役者がちょっと誰ともなと思ったら、あ、しまっていこうぜみたいな、こんだけでも全然いいんですよ。ね、全然いいです。昨日の夜ね、しまっていこうぜって5回ぐらい出てますからね。あの、そう、しまってない三之助がね、パッて決めてクッて、昨日おひねりが1個も飛んでなかったんですよ。1個も飛んでこいかった時あって、うちの2枚目ですよ。いや、そんなん言うてるけど、2枚目がバーンって決めて、おひねり1個も飛んでこい、そんなお客さん、しまっていこうぜってなるよ。昨日でもあれやで、しまっていこうぜ俺2回やけど、うん、3回来てたから、3回来てた、3回、昨日5回中の下りで5回割りましたから、座長1回もない。何でもいいんですよ。おっ、たのすけかっこいいとか全然出てきたら、そういう感じでいいんですよ。食べ物何が好きなんでしょ。そんな感じです。それでいい感じですよ。じゃあちょっと何でもいいよ、何でもいいから、はい、今日の朝食でもいいよ。なんか一回ちょっと言ってみましょう。一回言ってみましょう、皆さん。なんかせーので、せーのって言ったら好きな言葉言ってください。日本一でもいいし、ティラミスでもいいし、もう好きな言葉、待ってましたでもいいし、もう札幌ビールとかでもいいんですよ。オッケーオッケー、全然オッケー、全然いいです。いきますよ、皆さん、行きましょう。好きな言葉、はい、手を口に出して、口に含めて、はい、もうせーので好きな言葉言ってください。はい、いきますよ、せーの、かわいこちゃんの彼女がです。長いな。今ね、欲望丸出しのこと聞こえたけど、みんなに紛れてわからんかなと思ったんですよ。一応聞き間違いかもしれんから、もう一回聞いといて、なんて言った。この名古屋座頑張れ。嘘つけ。可愛い可愛い彼女がたくさんできますようにって言ったら、なんですか。で、たくさんたくさんできます。そんな感じでいいんですよ。はい、でも OK です。それでも OK です。いいですよ。ただね、そんだけ長いこと言ったら役者が長いなって言うかもしれませんけど。全然突っ込みますからね。全然大丈夫です。この距離感ですから、誰が言ったかすぐ分かります。すぐ分かります、はい。とにかく、ただね、一番ちょっと恥ずかしいのが、言いかけだけど途中でやめるっていうのがすごい恥ずかしいんです。せっかく声出してくれたのに、待って。そう、これたまにあるんです。あったんです。あったんです。裏で聞いてて、おお、かわいそうになるから、かわいそうってなっちゃうから、そうなったらもう最後まで言い切るか、それかもう周りが助けてあげてください。あ、隣の人言ったなと思ったら自分も一緒に言うと、待ってましたって言ってカバーしてあげてください。みんなで待ったってなったら、カバーとかでもいいし、助けるぞ、行ったれ行ったれみたいな。そう、全然いいです。とにかくこの空気感を役者と、そして今日ここにいるね、皆さんで一つを作るのが名古屋座です。
なんで一緒にね、あのこの空間を作って楽しんでいけたらなって思います、はい、皆さんね、ぜひ楽しい一日になることを、はい、あの僕ら約束しますんで、ということで以上、サンスケと、ベータのですねおひねりオウム高校座でございました。もう少々、会場まで開演までね時間ありますんで、はい、外に出て、テイクアウトのメニューとか買ってくるの可能でございます。中でどんどん飲食してください、はい、それではですね一度、準備に行きたいと思いますので、皆さん誠にありがとうございました。ありがとうございました。